はい。では、ザ・フォレスト実況続きやっていきたいと思います。まあ、続きって言っても、前から結構時間が空いちゃってるんですけども、バージョンがまたアップして0.07になってます。はい。ということでね、えー、変更点いろいろあったらしいので、それを見ていきたいと思います。なんかね、うさぎを捕まえられるようになって、あのラビットケージですかが、えー、使えるようになったらしいですね。まあ、案の定あのデータはぶっ壊れてたので、<laughs> 最初からやっていきます。はーい。ということで、また一番最初のところから始まるんですけども、なんかね、動物が追加されたり、いろいろオブジェクトも、このスモールキャビン、ちょっとちっちゃめのログハウスみたいなのが追加されましたね。どっちが前だろうこっちかなえい。13本でできるという、ちょっと、なんていうか、丸太、 に優しい <laughs> あとこれちょっとすごいですよね <laughs>。木の上に家が建てられるらしいです。こう木に隣接したところで勝手に作られるんですけど、どこで作ろうかな。これ作ってみたいんですよね、とりあえず。よっ。これはね、35本。なかなか強力。マルタを切らなきゃいけないなって気分にさせられますね。あと、えー、っと、なんだったかな 順番に見ていこうか。このログ。これ新しいやつ。なんか、丸太をなんか集めるのかなえー、っと、あとは、あとは特に、ないかなあ、なんか、新しいやつ。ドライングラックって書いてある。お肉干したりすんのかなまだ未実装みたいですけど。<laughs> まあ他は別に追加されてないですね。とりあえず、このラビットケージも作りたいしな。あれどこ行った これ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 。うさぎは、えー、っと、どうやって捕まえるかっていうと、多分ね、手づかみかなよっあれ足早いな。早いあ、でも捕まえられた。こんな感じか。これなんか、目が怖い。目がなんか魚みたいな目してるけど。これどうしたらいいんだろう左。 死んでる <laughs> あれ強く握りすぎたのかな優しくキャッチしたつもりだったんですけどあれなんだろうなんで死んじゃったんだろうなあラビットケージの上で落とさなきゃダメなのかもなるほどじゃあちょっととりあえず作ってみるかこれまず作ってみよう13本も枝いるのかなかなか微妙な本数というか結構いるなーって感じですね はい、まあ、とりあえず作りましょうちょっとこのログキャビンとかこうツリーハウスとかはまあちょっと置いておいてよし完成でうさぎを捕まえるよっよしでこれどうしたらいいんだ C ボタンよっおおなるほどこれかうことに何の意味があるんだあれうさぎが増えてる あれなんだこれ無限に <laughs>。あれこういうシステムこう、うさぎをこう量産できるのあ三3匹までしか増えないかなあれ増えてる。んあすごい。え、え、なになにわらわらと。 ウサギがわらわらと増えていきますけどあしかも,も何もできなくなっちゃったあできるできるあもうこれ以上は増えないってことあ増えてんなあれなんだ手に持ったり地面に落ちたりどうなってんだこれ死んでるウサギが倒れ倒れてたりってよくわかんないけどこれこれ以上入んないのかなるほどあとは 左手に持ってるだけだから落ちてウサギが死んじゃうんだななるほど7話かな一つのラビットケージで7話これ食料に困らないな一生これ <laughs> 一生食料に困らないこれシステムすごいこれ逃げないんでしょ多分あ,あこれどこでも暮らしていけるぞウサギ1話捕まえれば いいのか、こんなのもあって。バグだろうな、多分バグじゃないのかな。しかも、まあ、ウサギ捕まえるのすごい楽になっちゃったな。あっ。おっ。なるほど。右クリックを押せば、なんだろう。こう、優しくリリースできる。殺さなくて済むって感じ。なるほどね。よし。あと、なんだっけ。あと、この、リザードスキンをつけると、この、 ワニの皮のエフェクトがつくっていうアップデート。うーん、そうですかって感じですけどね。<laughs> よし。えー、もうそろそろね、メインイベントに近づいてますんで、皆さん用意してくださいね。<laughs> この35本のやつを作る。よし。メインイベントに用意してくださいって言いましたけど、この丸太切るところはもう全カットですからね。<laughs> もう今回はこの、 えーツリーハウスが完成したらもうほぼ終わりって感じですかね。<laughs> あ、すげえお腹減ってんな。皆さん、これちょっとすごいですよ、これ。ちょっと、やばくないですかこのログ、なんて読むんだろうな。スレッドって読むのかなちょっと、この単語を知らないんですけど、これ作ってみたんですけど、これね、丸太をこれ重ねてお置けて、しかもこれ押していけるんですけど、すごいこれ。遠くで取った丸太も、 楽々拠点に持っていけるという。これすごいな、これ。文明の発達を感じるアイテム <laughs>。ちょっと言い過ぎた <laughs>。全く文明的なものは発達してなかったな。えー、ちょっと待ってくださいね。これちょっと切るんで。えっと、これ倒れる。丸太職人はもうこう、自分のね、いい方に丸太をこう押して、丸太をね。ちょっと失敗しましたけど。 これを運んでえー、っとどうだ C で置くすごい <laughs> すごい <laughs> でこれを押していけるっていうええー、あ7本が限界かなこれ以上なんかこう下ろすマークが出ないからこれが限界なのかなるほどでもんなんだっ誰か見てるそういえば戦闘の音楽が追加されたって書いてあったな でもこれで9本いっぺんに持っていける。うわあ、すごい。これ、楽になるのかなこれ。楽になる気がするな。遠くで木を切っても。ちょっと近場の木がなくなった時に、このアイテムを作って。ああ、いい感じ。で、こう入れて、これ取っていけるってことでしょなんかすごい作業が一気に進んだ、進んでいく気がする。やってることはあんまり変わらないんだけど。 これすごいなぁ。結構スイスイ動くし。へぇー。なるほど。まあ、これはちょっと、まあ、なんていうかな。便利にはなったかもしれない。よし、完成したかな。じゃん。できました。お、結構スッて上がられるな、上がれるな、これ。噛んじゃいましたけど。あれあ、ど、ジャンプか。 ジャンプしなきゃダメなのか、家入るのに <laughs> あ。あでも、寝られるようになってますね。こ,れこの木切ったらどうなんだ、俺。あこの木は切れないのかな。なんか今、切りそうな雰囲気を出してましたけどね。C でとりあえずセーブしとくか。うん。セーブ。これ、降りるとき、大丈夫これ。おー、まあ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 。この木は、 え切れていいのかなこれこれ切っていいのかな <laughs> この支柱となってるこの木をちょっと切ってみるっていうこの新しい試みまあこの家に対してなんかお何？なにってるあはじけた な,なんで回ってたんだろうぐる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 ってなってましたけどあそして家に穴が開いちゃったここは落ちたりするしないあ原住民がいる <laughs> なるほど上に枝とかちょっと枝じゃないなんか木が乗っちゃってたけどへえー、なるほどね木切っても大丈夫なんだ それでいいのかと言いたくなりますけども。はーい。いや、でも、このログ、この丸太を運ぶやつすごかったな。ってことは、この石運ぶやつもそうなのか。あ、これはホルダーか。うんうん。貯、まあ、めておけるってやつですね。あとはー、なんか新しいのあったかな罠は前やったし。うん、ま。あとは新しいのないかななさそうですね。 多分ないと思うけど。んなかったよね。クラフティングガイド。あっへえ。なんかと何かでクラフトができることは書いてある。ふんふん。あっやと布を合わせるとファイヤーアローができる。<laughs> うーんちょっと作ってみたい気もしますけどね。ファイヤーアローか。なるほど。あっ、くらっ。 暗い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 。懐中電灯はあるけどね。<laughs> やば、痛いちょっと勢いつけて降りたらダメだな、これ。ダメージを食らってしまう。自分の家から出るたびに。あ、なんか寒がってる。なんでもこれ丸太持ってんだな。<laughs> えーっと。まあ、戦闘の音楽が追加されたとは言ってましたけど、うさぎ、異常なし。はい。 まあこんんななな感じなんじゃないでしょうかね、今回<笑><笑>えっもう終わりって感じですけどねあとはなんかうーんあすごい女の人ばっかりじゃなくなったのかあれめっちゃいるな恒例の新居祝いかなほぼ恒例の新居祝いというかちょっとジュース飲んどこううわーすーげえす すげえな、この姿形相変わらず。こいつアップには耐えられないな、あんまり。<laughs> 結構好戦的。どうしたらいいんだろう。もうこ、こいつらにビビることはもう、僕は一生ないかもしれない。痛い、痛いとかは言ってそうですけど。でもちょっと敵多いな、これ。火でどうにかするか。 まあ矢もね、結構あの改良されて、ちゃんと攻撃ができるようになったらしいですけどね。うえーじゃなくて。よいしょ。まあ、とりあえずこれは閉まっておいていいんですけど。戦っても、まあそんなに大したことないと思うけどな。ああ、すごい距離を詰めてくる。そうか、罠が欲しくなってくるな、こうなってくると。罠またいっぱい作ってみようかな。 あなんかすごいジャンプしなかった一人。あれあの上の変なキラキラしたもの何あ枝方だの。なんで白くなるんだろう後ろ向く、後ろ向いちゃうっていう。目がついてないのかこいつは。わあ、このはげてる。うわあ、こいつ気持ち悪い結構。音だけ鳴らしてるっていう。 よいしょ当たらない攻撃がで火に押し付けたりしながらこい,つこいつらはね基本的にこう軸をずらせばあ <laughs> 一撃死なくなったんじゃないのまだあんのか脳天に直撃したのかなんか分かんないですけど死んじゃいましたあら洞窟に久しぶりですお久しぶりです ちょっと失礼しまーす。先になんというかこういろいろ確認しておかない。ちょっと死にそうやばい体力も何もない。と,とりあえずこの辺をちょっと飲んどいて。なるほどね。まあ、あとは大丈夫。ここ洞窟のどこだろうとりあえずこっちに走って逃げてきちゃったけど。 出口すぐ見つかっちゃうやつね <laughs>。じゃあ探索してみようここどこの洞窟ああの海岸のね、入り口のところか。見たことありますよね。そうかそうか。なるほど。まああとは目新しいものは特にないのかな。家は向こうか。ともう一回観察しに行こうかな。相変わらず気持ち悪いのは気持ち悪いんですよね、これ。 これ、あの死体がばらせるようになってたりしてああれあまた一発で死んでる <laughs> まあそれは一日も生き延びた記憶はございませんけどもああそうですかなるほどまあロードしたらあの家はまだ残ってるとは思いますけどじゃあま回またなんかトラップかなんか作ってみようかないろいろいいろいろっていうか一通りは見たんですけども ちょっとうさぎ小屋がちょっとツボでしたね、僕の。<laughs> 無限に繁殖させられるっていう。食料一生困らないですね、このゲーム。もはや。<laughs> サバイバル仕事しろって感じですけど。はい、まあ。ということで、今回はこの辺で終わっておこうと思います。はい。今回も見てくれてありがとうございます。はい。ではまた。